次はですね、チャンネル会員の方から、なぜこれが気になるのかわからないですね、怒りの質問です。できちゃった結婚に嫌悪感を感じます。結局のところ望んでたわけじゃないのに、快楽優先で否認せずにセックスしてたら子供できちゃったから仕方なく結婚するのだと思うからです。受け入れる準備もできておらず、結婚の理由として仕方なく生まれてくることになったこの子供が不憫に思えてしまいます。しかし世間を見渡すと、このような結婚を世間が認め始めている風潮があるように思えて理解に苦しみます。私はどう考えても、できちゃった結婚理解すべきなのでしょうか、それとも理解しなくても良いでしょうかっていう質問なんだけども、あのね、26世紀青年っていう映画見たことあるかな。26世紀青年っていうのは、まあ、20世紀少年が流行った時に公開されたアメリカのコメディ SF なんだけども、パロディタイトルなんだけども、26世紀青年っていうのはもう冒頭、アメリカはバカの国になったっていうところが始まるんだよ。で、アメリカはバカの国になったと。で、なんでこんなバカの国になったのか、それは進化論的に説明できるのだっていうすげえところから始まって、IQ140 とか130ぐらいの夫婦が最初インタビューでできて、で、両方の名前ができて、IQ が表示されてて、うん、子供ちゃんと準備できたら作ろうと思う。そうだよね、とか、結婚とか、なんだろうな、出産っていうのはお互いに責任があることだし、きちんとできる準備、できるようになってからそういう風にするのが望ましいねって言ってる、まず25歳のカップルが映って、次に IQ80 いくつっていうカップルが映ったらそしたらそこはな、あんたまた子供ができちゃった、うわもう3人目だ、お前なんでそんなに作るんだ、知らないわよって、そこに浮気相手から電話かかってきて、あんたの子供ができたんだけど、こんなとこに電話してくるんだったら、またあんたよそで子供作ってこれでもう何人目と思ってんのよっていう風に、 IQ なんだか80ぐらいのやつの家系図がどんどん子供が増えていって、IQ130 の方は家系図がこの2人のままぴったり止まってんだよ。で、それの5年後でインタビュー映像がやってて、で、IQ 高い方が、まだ子供は作らねえ。それはもう、一生のことだし、責任を持たなきゃいけないから、慎重に考えてって言ってて、その IQ130 の方は家系図が全く増えないんだけども、IQ80 いくつの方の家系は、息子が生まれて、その息子がなんかフットボールかなんかしてるんだけども、仕上がると、わーっと腕を組みながら、私の子供どうしてくれんのよとか、あんたあのこともやったでしょっていうふうに、ものすごい数でここ増えていって、この結果、アメリカはバカばかりになりましたっていうのが、映画の冒頭3分でバーッと見せて、そのバカばかりのアメリカの話、コメディーなんだけども、で、アメリカではその未来の世界では農作物が取れなくなってんだよ。で、なんでかっていうと、ゲータレードを地面に撒いてるからなんだよね。で、なんでかって言ったら、水よりゲータレードの方がうまいじゃんか、つまりゲータレードは体にいいんだと、イオン性飲料だろ、体にいいんだろ、体にいいものは農作物にもいいから、農作物としてゲータレードを巻こうと言って、ゲータレードを巻いた結果、アメリカではこの50年農作物が取れない、食糧危機だっていうやってて、ラストシーンでゲータレードを巻いちゃいけないんだって主人公が言うと、みんながそうだったのかって、蛇口ひのって水をバーッと巻いた瞬間にアメリカ中が緑に変わっていくっていう、すげえバカの映画なんだけども、そういうことなんだよ結局。できちゃった結婚っていうふうに考えて、何か結婚とか出産とか何でもいいよ、恋愛とか就職とかに資格がいるっていうふうに考えちゃうと、どんどんハードルが上がる。そうじゃなくて、なんだろうな、やっちゃって人間の勝ちっていうところがあるんだよね。そんなことを言い出したら、江戸時代でも何時代でも、本来子供を産む覚悟もなければ、なんだろう、準備もない人間が子供ができちゃって、で、子供ができたおかげでやっと親になるっていうわけだよね。で、もちろんそれは、そんな環境だから、ろくな親にならないやつも、半分とは言わないけど、3分の1ぐらいいると。でも、3分の1ぐらいのろくでなしの親から、やっぱり、全部がダメな子供ができたのそうじゃない。それは逆境に強い子供が出てくると。で、完璧な親からもダメな子供が出てくるし、ダメな親からもなんか完璧に近いような子供が できてくるから、ここら辺はね、もうわかんないわけだよね。なので、俺はなんだろう、できちゃった結婚に嫌悪感を感じる。これは美意識の問題だから、もう俺は何とも言わない。ただ、それがなんでダメなのかというのに関しては、いやいや、26世紀青年を見てごらんと。そんなことを言っちゃうと日本もバカの国になっちゃうからっていうふうに思っちゃいます。